おととい、鹿児島市の平川動物公園で飼育員がクロヒョウに襲われ怪我をした事故で、労働基準監督署が今日立ち入り調査を行いました。午後2時過ぎです。労働基準監督署の職員らが飼育室の中へと入っていきます。この事故はおととい、20代の女性飼育員が体長およそ 1.5 メートルのクロヒョウに飼育室で襲われ怪我をしたものです。クロヒョウが飼育室の檻の隙間から前足を出し、女性飼育員に怪我をさせた今回の事故。安全管理上問題はなかったのか、労働基準監督署が今日、事故のあった飼育室に入っておよそ15分にわたって調査を行いました。調査を終え、動物公園の園長は、主には、施設設備、そういったところですね。ですから、ちょっとでも現場が、危険と感じるところがあるのであれば、全体で、把握して対策を行えるような仕組み作り、そういったことは、大事ですよという、そういったお話は言ってありました。新たな視点で、それぞれ見直すということは必要だというふうに考えています。平川動物公園は、事故が起きた檻などに再発防止策として金網を設置しました。クロヒョウの展示の再開については、明日の午後協議をして時期を決定するということです。